ドリームチェイサーです。今回はこちら、食玩の妖怪ウォッチ簡単組み立てる出撃ロボ妖怪編。今回はそれぞれ組み立てたこちらのロボ妖怪たちを合体ロボ形態へ変形合体させていきたいと思います。合体するまでの変形、それぞれのロボットの変形ですねは、1番のロボニャン F 型と一緒に入っていたこちらの紙と、あとはそれぞれのこのパッケージの裏面の組み立て方の横に合体準備状態への変形と書かれているので、この2つを見ながら合体させるように変形していきます。ではまずは1番のロボニャン F 型、こちらから変形していきます。はい、まずは首を取って、この頭の部分も分けます。そしてこちらの体の方も全部分解しちゃいます。上を外して、真ん中も外して、そして背中も外しちゃいます。顔を変形していきます。これは顔の前の部分ですね、をこのように稼働させて、横に一直線にしておきます。そして顔の後ろ側ですね、これもこのように前にあったパーツをぐるーっと後ろに倒して、そしたらここをくっつけます。顔の前後を、はい、くっつけました。ロボニャン F 型のこの体のパーツは、この3つのパーツを取り外したら、この真ん中だけ抜いて、そのままググッと差し込みます。はい、そうするとちょっとこのように内蔵された感じになって、下から棒が飛び出る形になります。そしたら、この部分に後ろ側を向けて顔をくっつけます。はい、これで OK かな。続いてロボコマを合体準備状態へ変形させていきます。まずは首を外して、この顔に沿った丸みのところをちょっと押すと、こう下から出てくるので、カクッとした方を外側に向けるように変形します。そして、背中の部分のを外して、このちょっとしたつまみのところをクッと押すと、ちょっと出るので、こんな感じで両側を引っ張ります。胴体の部分をこのように押すと、シール貼った部分がこうやって出てきますね。この状態にします。そして、この背中に刺すんですが、こんな感じで、この体の手のところに2つ、右側に来るようにして刺します。そして、顔を上に乗せます。まあ、さっきとは全然違う形になるんですけれども、これで、合体準備状態完了です。続いて3番のリュウくんです。リュウくんもそんなに難しくないですね。首を外して、ここをくるっと回して、はい、こんな感じですね。に持ち上げたら、顔のところも、この動くところがあるので、この四角くカクッとしたところを横に出して、上に乗せてあげます。はい、これで合体準備状態完了。続いてロボガッパ&ロボの子の4番の変形していきます。まずは首を外します。これも外していいのかな？はい。そして足の部分ですね。は一回これを取ってしまって、この丸の2つ、雪だるまのような形のところがあるんですけど、その部分に足を裏にして、この小さい部分を取り付けます。反対の足も同じように関節から下を取って、この部分を曲げて、ググ。ちょっとこっちから入りますね。こっちもでした。曲げちゃいます。はい。そして、足の裏の方を上にして、このようにくっつけます。はい。そしたら、
このオレンジのパーツの横のところに先ほど変形したものをくっつけていきます。向きに注意しながら奥の方に足が向くような感じで、はい、こんな感じでくっつけます。そして頭を上に乗せます。はい、こんな感じ。ロボの子は頭をちょっと外します。そして顔も外して、これも外して、あの一番のロボニャン F 型に付属していたこの顔ですね、この顔をこんな感じで乗っけます。後ろの突起の部分がちょうど空いてる状態になってますね。そしてこの上にロボの子の顔を乗っけます。そしてその上に蓋をするように乗せます。グググ。はい、そして体の後ろ、ここ穴ありますね、そこにこのような形でロボの子の体をくっつけます。すごい、ちゃんとくっつく、面白い。はい、こんな形で OK。 はい、では続いてロボ G の合体準備状態へ変形していきましょう。体を外します。3つのパートに分けます。はい、足の部分のところの下のパーツを外側に出して、このまま上に体を乗せます。はい、そして顔を乗せます。こんな感じでちょっとずらして、この部分に穴がありますね、この部分に首のところを刺します。はい、こんな感じで OK。 これが足の部分になりますからね、こんな感じになっています。はい、ではラスト、ロボ面犬を合体準備状態にしていきましょう。こちらは足をぐるっと回して、顔をぐるっと回して、反対側も同じようにぐるっと回転させるみたいです。そしてこちらの前足もですね、前足も横にこのようにずらします。反対側も同じようにこのようにずらすとぴったりくっつく。なるほどなるほど、これで合体準備状態完了だそうです。ロボ面犬が一番簡単でしたかね。はい、では最後にどんどん合体させていきましょう。さて、まずはこの足の部分ですね、右足側、まあ向かって左側になるんですけれども、こちらにロボ G、 そしてロボ面犬をセットしたら、これを上向けるのかな、そうですね、ロボ面犬ここ上に持ち上げ忘れてました。こういう風に上げたら、ちょうどロボガッパの下のところにくっつけるように2つあるので、ここに差し込みます。反対側も差し込みます。はい、足完成。すごい。そしてロボガッパの頭のところを開きます。はい、そしたらこの部分にロボニャン F 型を乗せます。この穴の部分に真ん中から出た棒を差し込む感じですね。はい、これで OK。 そしたら頭のところにこのロボガッパの蓋を沿わせて、上の部分にロケットを乗せます。このロボニャン F 型の残った部品を2つくっつけて、この部分に差し込みます。なるほど、はい、ちゃんとパーツ全部使いましたね。ではさらに上にロボの子、これですね、このくっつけた頭を乗せていきます。うさ、はい、そして腕をくっつけます。リュウくんがロボ G 側、はい、 OK。 そしてロボ面犬側にロボコマをくっつけます。すごいすごいすごい。そしてチョコ冒険ありましたね。リュウくんのセットの中に入ってたチョコ冒険をリュウくん側に持たせます。こうかな。
内側を向くように。外側はちょっとこうなんですけど、こんな感じですね。あー、できた、すごーい、できました、出来上がり、出来上がり。あー、思ったよりちゃんと素直に作れたのと、あとはすべての部品をしっかりと使っているので、元に戻すときいなくなったとかっていう可能性が少ないですね。よかった、よかった。はい、簡単組み立てる出撃ロボ妖怪編、こちらで完成でーす。見事合体したって感じですね。元々の形からはちょっと想像できないような形に変形した部分も多かったんですが、思ったほど難しくなかったので、子供でもちゃんと作れると思います。はい、腕もこのように可動してぐさぐさとこう剣も動かすことができますし、足もこんな風に可動して歩いてるような素振りもできるので、食玩のおもちゃにしてはかなりクオリティ高い感じにできるんじゃないかなと思います。まあ、1個400円ぐらいして、6バージョンあるので2500円ぐらい使ってるのでね、まあ、それなりになってくれないとというところはあるんですが、結構いい出来栄えなんじゃないかなと思います。それぞれ単体で飾っても可愛いですし、この状態で飾っていてもとってもかっこいいと思います。ただ箱の方はなくなるとちょっと組み立てしづらい部分も、忘れてしまう部分もあると思うので、ちゃんと取っておいた方がいいと思います。はい、というわけで今回は食玩の妖怪ウォッチ簡単組み立てる出撃ロボ妖怪編を紹介しました。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。